楽しいのボビーの原です。私は運がいいっていう動画を作ろうかなと思って、今日はこの用意しました。スーパーで買い物して、あとレジ通って、あと袋詰めなんかするときに、こうちょっとよく見ると、いっぱいこの食品なんかの点数集めて応募しようっていうのいっぱいあるじゃないですか。それでですね、一個当たったものがあって、もうずいぶん前なんですけれども、たまに当たりますね。たまに当たるっていうか、これで、ご飯が進むくんってやつなんですけれども、味の素の。もうずいぶん前に当たって、これが当たった時に、まあ、応募し、コマーシャル見てて面白かったんで、これ面白いなと思って、応募したいなと思って。で、麻婆春雨だとか、なんか中華系の簡単なご飯のおかずになるようなものをパックに入れて簡単に作れるみたいなのだったと思うんですけれども、それ見てコマーシャルも面白かったし、出前一丁の出前一丁だとか、チキンラーメンみたいにこう長いこと残ってって、これは応募して商品これが当たるってことすごい、なんとかプレミアがつくっていうか、価値が上がるんじゃないかなと思って応募して、で、当たったんですけれども、当たって、自分なんかこれ当たるわけがないと思ってたのに、これ当たったもんですから、ご飯が進むくんって人気ないのかなとか思ったんですけれども、まあ、とにかくでも嬉しくて、よかったなと、応募して当たるもんだと思いました。それまでそんなに応募もしてなかったですし、これ初めてじゃないのかな、そういうことをやり始めたのもこれが対象で、その後もそんなに応募してないですけれども、たまに当たったりしますね。それをまた紹介していこうかなと思って。その一番最初のやつで、私は運がいいってやつを、っていうくくりで、シリーズ化してやっていこうかなと。そんなにないですね。10回も続かないと思います。で、どんなものかってちょっと今から開けてみてみます。一遍開けてですね、開けて見たんですけれども、もう開いてるんですけど、なかなか仰々しくてっていうか、これすごいもんなんで、自分が使っていいものかどうかっていうか、取っといた方がいいんじゃないかと思って、そのまんまこの置いてありました。ちょっと開けてみますね。もう色が変わっちゃってますね、髪の。進むくん裏表目覚ましってやつだったんですね。進むくん裏表目覚まし。時計の動かし方を変えて。ご当選おめでとうございます。厳選な抽選の結果ですね。ちょっと色も変わっちゃってますね。で、電池ついてて。ちょっと上げてみますね。ご飯が進むくんっていう。全部取ります。リサイクルショップだとかにこれ売りに行こうかなっていう気は気になったことありますね。でも行かずに取っておいて、やっと今日この動画にネタになったっていうか、紹介できるのちょっと嬉しいですね。すごい顔見えてますね。ご飯が進む。こんな顔ですよ、ご飯が進む分。ご飯が進む分っていうか。これ、こういう顔ですね。これがくるって回るっていうか。これを置いてと。いいですね。使おうかな。ちょっと。この机の上もちょっと片付けたいですね。ないし、机の上片付けてこのいい動画撮りたいみたいな、こういうやつですね。ご飯が進む分いいですね。もうテレビコマーシャルも商品も作るのもなんか中止しちゃったみたいで、どういう理由だったかわからないですけれども、電池入れてみますね。電池どこにいるんだろう。そうですね、入るんだろう、この電池。そんなやつ。
どうやって止めるんだろう。これこっちにこっちになりますね、このネジが。これ顔がこうなる。どうなるんだろう。起きんかこらって言われたって。時間を。こうですね。もういっぺん鳴らしてみて。こう。これで、ずっと寝てて、止めないと顔がひっくり返るのかな。明日は早起きしたいと思います。私は運がいいでした。では、また。